皆さん、こんにちは。えー、どちらで目指す、えー、2つの合理的合格戦略についてのガイダンス講義を始めたいと思います。えー、私、レックセニコ市金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回のガイダンスはですね、えー、こちらと、こちらのパンフレットを紐解きながら進めていきたいなと、まあ、2つの戦略というタイトルですので、2つの お話をしていきますけれども、まあ、お手元にこちらのですね「えー、今すぐ始めようレックなら間に合う」ということで、まあ、レックなら間に合うんですけれどもただ間に合うといってもですねあの試験の前日とかだと、うん、多分間に合わないと思う。あくまでも、まあ、あの今皆さんがですねこれをご覧になっているのが何月かというのにもよるんですが、うんまあ、ギリ。 で2月末までかなと、うんまあギリギリ2月ぐらいがもう最後のチャンスだと思います。というのはこちらでご紹介するのは即週合格コースなんですねなので短期間で今年の合格を目指しましょうということ。でもあの今皆さん1月にいるんだったらもうまあギリ1月2月だったらギリ間に合うけど3月入っちゃうとうんかなりもう厳しすぎる。 とといいううような、まあ、イメージだだ思ってくださいですのである意味この「即習合格コース」という戦略が一つの戦略でもう一つがもう最初っからじゃあ1.5年で目指しましょうよということでじゃあ1次試験を2回に分けて受けるイメージこれ科目合格をね、えー、合格制度があるんですけれども科目合格制度を使った2回に分割して で、えー、受かろうという戦略を取るかどっちかというお話ですだから先ほども言ったように結論から言うと時間がどれだけあるかによってもう時間なければもうこっちっていうことです。いずれににせよ今年皆さんには試験受けてもらいますと、はい、あす。診断士合格したいなと思っている方は是非今年の試験受けてもらえますけれどもまあいずれにせよ今年時間がなければまあ1科目とか2科目とかね 科目合格になっちゃうと思うんですけどでうまくいけば7科目ね全部合格できれば二次試験に進めるわけなんですがそれをやるためにこの即習コース即習で超短期間でインプットを測ってで,できれば二次まで合格しちゃおうというテーマになってますでなぜそれができるかっていうと二次試験は時間じゃないんですね。でましてや今年はここにある通りその 今年の一次試験前倒しになる分、二次試験の勉強時間がたっぷり取れるんです。いつもよりも。いつもは2ヶ月しか取れないのが今回2ヶ月半ぐらい二次まで時間があるので、まあその意味であのももっと取れるのかな？3ヶ月近くはいあの2時の勉強できるはずなので、すごくこうあの2時は、まあ、全然心配はしてないですね。でむしろ一次なんですよ。 一時がオリンピックのせいで7月になったので前倒しになったので大体ですね100時間ぐらい一般的な受験生の100時間分ぐらい短くなっちゃうんです学習時間がだからこそ早く始めないといけないんですよもしこれご覧の皆さんがですね1月の上旬とかであればもう今すぐですもう今日から始めるぐらいもうそれぐらいがあの科目合格ごめんなさい今年の まあ、一発合格の可能性を高める最後のチャンスなのかなとで2月でもうギリギリかなと3月はちょっと無理だと思いますと思ってくださいでこちらのパンフレットですとなんかこうねなんか私の絵が載ってますけれども,もうオリンピックのせいで前倒しになっちゃうのでもうご紹介するのはこのこの上の段この青いところこれこれだけです。 はいいここれ青いところブワーっとまずね、えー「一時ストレート速修合格コース」というのはもうとにかく一時だけに絞った勉強とにかく今年の一時の合格を 7, 時7月に一時,一時合格しちゃおうというのがこの青いところストレート。ただいやいややっぱり二時も受からないとねと。 ということで、プレミアム即週一年合格コース。もうこれがもう最後のおすすめです。そうすると、これ、確かにはっきり言って負荷は高いです。1時と2時を同時並行で学習する期間があるので、ここの負荷は高いですよ。ただ、非常にコスパはいいです。 で効果も高いで1時2時同時並行でやってしまえば当然今年の2時合格の可能性高まるわけですね。だから1時だけを目指すのかいやどうせやるなら、ね、遅から早くから2時やるなら一緒に勉強しちゃえというのかっていうのはもう当然これはもう皆さんの時間次第なんですよね。だから仕事もそんなに忙しくないとか例えば。 今仕事をね休職してるとかもしくは仕事を辞めてちょっとあの時間が空いてるんだとかそういう人であればもう遠慮なくこちらプレミアムの方を取ってください1時と2時両方できますよそれだけ時間があれば、はい、ただお仕事が忙しいとかねなかなか難しいっていうのであればじゃあまあこの何て言うんでしょうねプレミアム促修を狙うよりも こちらの2回に分けて、もうあえて今年はもう4科目だけ、で来年残り3科目っていうふうに分けた方が結局はいい選択と集中。なぜかというと、無理に時間がない中で7科目を詰め込んで、で本番で6割取れるかというと、まあ50点台とかね、そういうまあ結果になることがまあ多いわけです。 力がついいてないとただギュッとその4科目に絞っちゃってでそれでドンと60点以上目指すということはもう十分可能ですからだから時間がないなとか、えー、もう間違いなく、まあ、今年、えー、7科目今から7月まで残された時間考えたらもう無理だと思う方はもうこちらはい。 えー、2回に分けるっていうの戦略をお勧めしたいと思いますなのでまあ、まず冒頭に、えー、結論としてねまず自分はどっちなのかなというのを意識してほしいと思いますだから時間があるとかま,またはまあ過去に受験経験があるとかねまあ、そういったこう要素がある方であればまあ、こちらの プレミアムできればまあ1時2時ね両方勉強した方がいいですけれども、まあ、おすすめになってますけどもねだいずれにせよもうすぐに始めないとってことになります、えー、実は去年のまあ2019年のまあ11月12月ぐらいからもう始めてる人は始めてますだから皆さんが今年の今どこにいらっしゃるかわからないのでねだから本当一1月2月がもうギリだと思います、はい、なのでその時期で選んでいただければなと思います で、それ以外のまあ特徴ということでですね、あの、まあ、レックのいくつかのえ特徴についてちょっとご紹介したいなと思います。で、えー、なぜ短期間に合格できるのかっていうと、レックのこのテキストにあるんですね。フォーカスのテキスト。まあ、その名の通り、品質テーマにフォーカス、焦点を当ててるわけです。これ、他の受験校の,あのテキストなんか見るとですね、年々分厚くなっていくんですね。 これなぜかっていうと過去問で出題されたものをまこれもあれもそれもという風にどん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 こう改定,改定改定して過失していくとそれは分厚くなりますよじゃあこれ一冊ちゃんとマスターすればそれ100点取れるかもしれないけれどもでも考えてみてください診断士の試験って100点取らなくてもいいんですよ6割でいいんですよ60点取れれば合格なんです ですからもうレックの場合はあえて全部を網羅するというよりも品質のもう必ず出るる論点にに絞っったテキスト構成になっている、うん、だこれをやることによって無理なく無駄なく無駄なくね、えー、重要なポイントを身につけることができるし60点以上という合格ラインを超えていくことができると。だから初学者なんかにもね取り付きやすいと。 言われています分かりやすくまとまってるっい出るところだけまとまってるということになります。それから今「初学者」と話出ましたけれどもまあ初学者の方がですねあの順序よく順番に階段を上がっていくようにベーシッッックスステププアップアドバンスという3段階構成になっておりますそれが先ほどのカリキュラムでいくとここの部分が一時「ベーシック講座」「ベーシックレベル」。 そして階段を1個上がってステップアップレベルで最後仕上げの段階になってきたアドバンスレベルととと総ままとめというのが用意されていますですから短期間であってもこの合格に必要なラインを超えてくることができるということになるわけです。そして先ほどのこちら比較的ねあのまだ時間的に早い余裕がある人はぜひこちらの1時2時 プレミアム即習1年合かコースをご検討いただきたいんですがこの大きなメリットというのは当然1時と2時を同時に勉強することによってシナジー相乗効果が発揮されると、まあ、いわゆる REC では1時、2時、2融合学習という,ふうに呼んででおります。すそれがこちらですね。つまり2時を勉強することで初めて1時、ああここが足りないんだと逆に気づいたりする ことができるわけです時時と2時はこんんなに密着してるでですね、はい、ですねのでこの1時2時融合学習をすることによっていち早くですね合格2次の合格を視野に入れた学習をすることができると非常に効率的ということになります。ですので、まあ、あのまずまだ時間があるとか比較的余裕がある方はこの即終合格コースを狙っていただきたいなと思います。 ただ残念ながらいや時間がない仕事も忙しいしいやとてもじゃないけど今から7科目やるのはちょっと難しいだろうという方はここにも書かれている通り一時対策を2回に分けるといいいいう戦略的意思思決定をしてたただきたいと思います。でこれはどういうことなのかというと科目合格制度というものを活用する考え方になっています。で えっとまずまあ試験概要も皆さんご存知だと思いますが8月例年8月ですねまあ今年は7月ですが8月に一次試験10月に二次の筆記試験12月に二次の面接口述試験がありますよとただ口述試験ほぼ合格100%なのでまあ2つのハードルがありますとここまで大丈夫ですよねでこの一次試験というのは7科目ありまして。 経済学財務企業経営運営管理法務情報中小と7科目あると。はい、でこれで420点合計取れば一発合格ということになってますがなかなかそれは難しいだろうということでその科目合格ですねじゃあ1年目はじゃあ経済と法務と情報と中小だけ科目合格して残った科目を翌年受けましょうと。 いうう形が取れるようになってますだから一気に7科目取れればそれは理想ですよそれは即習ねこ,こちらの即習で狙うのは一気に7科目を狙おうとただこちらの2回に分けるところでは一気に7科目狙うんじゃなくて4科目と3科目に分けましょうという考え方なんですね。ただし じゃあやみくもに4と3に分けるんじゃなくてここも戦略的というのがこの二次試験との関係性ということになるわけです二次試験は実は4科目なんですね4つからなるんですがこれとつながっているのが一次試験のこの3つなんです財務と企業経営と運営管理とこれが実は先ほどの一次二次融合学習のところでも実は 同じことととを言ってるんですね企業理理論と運営管理と財務この3科目が二次試験の4科目と直結してるんです。ということはですよこの3科目が二次に出るということは今年皆さんが狙うのは経済学と法務情報中小この周辺4科目とレックでは読んでます。なぜなぜら 2時に出ないからもう先に片付けちゃいましょうよ。こういう発想ですよね。だからまあ今年7科目一括はちょっと難しいけどでも4科目ぐらいだったらもしくは3科目ぐらいだったらいけるかもしれない。そうですよね。だいたい1科目100時間と言われてます。うん。ざっくり1科目1ヶ月でもいいです。って考えた時にじゃあ3科目だったらいけそう。4科目だったらいけそうと。 思いませんでしょって考えたときに、じゃあ、もう最初から、この4科目に集中した形でカリキュラム組まれております。これがこの1.5年合格コースということになるんですね。だから、まず今年一次試験受けてもらうのは、まあどちらも一緒です。この、即終だろうが、 分割だろうが今年のの一一次試験7月に受けるのは一緒ただしこちらのこう科目合格っていうのは今年はホームと情報と抽象と経済学という2次には出ないところを4科目狙いに行きましょうとでこっちの「速集」の方はもう7科目今年合格狙うぞとかなりハードなハードな方ですねでこっちがまあまあ,あの比較的ゆっくりじっくり勉強できると。ととだから残された時間でで選んで欲しいと 理想的には今年2次に関係しない科目を片付けちゃってで、あのー、8月以降ね、えーまあ、<coughs> 企業経理論と運営管理と財務会計という二次に直結する科目にじっくり取り組みそしてまたじっくりと二次対策をすることもできるというようになってます。 ですから、まあ、こちらのパンフレットの中身の方もですね、まあ、こちらとほぼ一緒なんですけれどもただ狙いと狙いどころが違うんだというのをご理解いただければと思いますいいですねだから結局皆さんに残された時間でどちらかを選んでほしいと思います比較的時間がある、ね、勉強時間が確保できるまたはま,あまだ1月だというような方はもうあのこちらのですね 速習、えー、でこう負荷は高いですよ高いんだけど短期間でやっぱり合格を目指したいという意味ではやるべきですしいやーなかなか仕事が忙しいねあのー、いやもう,もう3月になっちゃったとかいうのであればもう今年7科目は諦めてもう4科目に絞っていくという戦略を取るべきですそうじゃないと下手に7科目を広くやっちゃうともう1個も。 科目合格しないないんてこというわけですので、まあ、今回のこのガイダンス、まあ、メインテーマであるどちらで目指すっていうのはあのいずれにせよ時間制約ということですだから皆さんの置かれた、まあ、あの状況あと残された時間を鑑みてお選びいただければと思いますただあの私としては 当然こう資格なんてものは早く取ったもん勝ちなのでねだから一刻も早くまず即習で狙える人は促習狙ってください。はい、であのだらだらとねあの長く勉強するのはそれは誰だってつらいですよと。うんなので即習できるのはできただし時間がないのであればもう腰を落ち着けて腹くくってじゃあ来年2021年の完全合格を目指していきましょうと。 その意味では、まあ、最初から四科目と三科目に分けるっていうのも、全然ありですから。時間があっても、例えば、今一月だけど、今からもう四科目に絞るよっていうのでも、全然ありです。さあ、当然、皆さんのこの意思決定になりますよね。結局は、七科目こう全部合格して、で、二次に進まなければいけないのは一緒ですから。はい、ですので、あの皆さんのスタイルに合わせてですね、お選びください。 なお、わ、まあ、かりづらいところとか疑問点、質問などありましたらですね、窓口のものを担当者にお尋ねいただければと思います。はい、で、最後にですね、まあ、あのこちら、まあ、レックからですね、あと角川書店の方から、こちらですね、ゼロからスタートと、中小企業診断士1冊目の教科書というのが出ております。先日ながががららら私が書かかせていたただきまましここちらですねあの本当にまさににされから診断士に チャレンジしようという皆さんに二、まあ、次に直結するようなですね内容を分かりやすくまとめたつもりです。見開きで一項目ということで非常にあの読みやすくなってますのでこちらもポチッと遠慮なくですねお買い求めいただいてアマゾンとかですねアマゾンで診断士カテゴリーでなんと1位。 取らせていただきました非常にあのまあヒットをしておりますのでぜひ皆さんのお手元に1冊といわず、まあ、2冊3冊でも、はい、周りに配っていただいてもまあまあそれは冗談は出さっておき、まあ、こちら本当にあの勉強の合間におのお目通しいただければと思いますの、ね、でこちらも参考までにはいというわけで、えー、どちらで目指すね、えー、この即習で目指すのかそれとも、えー、2回に分けるのか まあ、どちらも合理的なカリキュラムがレックには揃ってます。ぜひ、あの、迷ってる時間があったら一刻も早く始めること。これが合格の秘訣ですからね。で、我々レック講師陣、私のみならず様々な講師おります。全力で皆さんの合格をサポートしてまいりますのでね、えー、遠慮なく、そして心配なく安心して飛び込んできていただければと思います。 はい。というわけで、えー、どちらで目指す2つの合格、えー、合理的合格戦略についてのガイダンスはここまでとしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。